こんにちは、粟田洋介です。絵を描きたいんだけどなかなか描き始められない。絵は描きたいのに特に描きたいものがない。もしくは何を描いていいのかわからない。しばらく絵を描いてなくて久しぶりなのでちょっと頭が固くなっちゃっている。まあいつも絵を描いてても時には頭が固くなることもあります。アイデアが行き詰まっちゃったとかスランプに陥っちゃった、もしくはモチベーションがない、でも絵は描きたい、そんな時もあると思います。もしくは絵を描く気満々なんだけどいつもと違う描き方がしたい、ちょっとなんか飽きてきちゃった、新しい作風で絵を描いてみたい。今日はきっとそんな時にぴったりなんじゃないかって思う絵の描き方を思いつきました。今思いついたんですよ。その思いついた方法っていうのは初めの一歩、まあ描き始める方法ですね。なのでこの方法をやるからにはまず描き始めなければなりません。とにかく描き始めてしまえば楽しくなる、楽しくなればアイデアは泉のように湧き出てくるというわけです。今日はこのキャンバスに絵を描いていきます。で、絵の具を用意してこうやって指に絵の具をつけます。こんな感じですね。こうやってずっとやっててもいいんですけど、ベトベトして気持ちいいですよね。いや、気持ち悪いっていう人もいるかもしれません。まあ好きなだけこうやって絵の具をいじくって、手にこうやって塗ってもいいんだけど、そんなことはしなくてもいいです。うん、こんなついちゃったんで、ってこうやってキャンバスに塗りつけます。あとはもう好きなように指で絵の具をなぞります。とにかくこれは無心になることが大事です。無心になってこの絵の具をいじってるって感じですね。そうするとね、なんかね、無意識にこうやって描き始めています。なんか特に何を描いたわけじゃないんですけど、この絵の具をね、無意識にこうやってキャンバスの上でいじってるって感じ。そうすると無意識になんか描き始めちゃうんですよね。子供の時砂とかなんか地面とかにこうやってなんか無意識になぞって絵描いたりとか。なのでポイントは心を無にして、まあこの絵の具の感覚を味わってもいいし、ここに触る感覚とか、なんか理屈じゃなくて感覚で心を無にしてこういう風にやっていくと、硬くなってた頭が柔らかくなってくるんじゃないかと思います。そして無意識なので何を描こうというわけでもなく、こういう風に指で遊んでいるって感じなので、何を描くかわからないとかアイディアが出ないとかっていう問題も解決するんじゃないかと思います。そんなわけで私がさっき思いついた絵を描く方法っていうのは、絵の具を指につけてこういう風にやる、それだけです。皆さん無意識になって皆さんの潜在能力で何かをする、何をするかっていうのは人それぞれ違うんじゃないかと思います。私が今日紹介する方法っていうのはそれだけで終わりです。でもここで終わりではありません。なぜなら今描き始めた絵にはまだまだ続きがあるからです。一つのステップが終わったら二つ目のステップっていうのは思い浮かぶものなんじゃないでしょうか。そして次のステップっていうのはここに別の色を足してみたくなりました。なので次は筆を使って描いていきます。この同じ茶色を使って色を作っていきます。ちょっと白とマジェンタを足します。
なんか色もついてきたし、大雑把な形でなんとなくの絵の構成もできてきています。何を描こうとかどういう風に描こうとかっていうことも全然考えずに、なんとなく無心で描いたんですが、なんか形ができてきています。絵を描き始められないと思ってても、こんな風にすればなんとなく無心で絵が描き始められると思います。そしてここまで進めば、何を描いていいのかわからないっていう問題も解決すると思います。ここまで見えてくると、あとはどんどん付け足したくなるだけですからね。まあ描き始めて15分ほどでこんな感じになってますが、私は未だに何を描こうかっていうことは考えていません。続きも無心で描いていこうと思います。でも描いているうちに、だんだんこういう風に描きたいな、こういうものが描きたいなって思うようになってくると思います。でもそんなことも意識しないで、ただ無心で描いていこうと思います。いつまで無心でいられるかわかりませんが、ちょっと乾かして、そして続きを描いていこうと思います。絵の具を乾かしている間にちょっと別のことをやってたんですが、そうしているうちに何時間か経ってしまいました。一気に描いてしまえば、あの無意識状態からどんどんアイデアが膨らんでいったのかもしれませんが、ちょっと時間を置いたら、どういう風に描き足していったらいいのかわからなくなってしまいました。なので、ちょっと無意識に描き始められるように、この絵をぼーっと眺めることにしました。無心になるには、意識的に無意識みたいな状態を作っていかなければなりません。なので、ちょっとこの絵をぼんやり眺めることにしました。眺めていると、少しずつリラックスし始めて、なんかこの絵の世界に入っていくっていうか、なんかこの絵の世界が自分の世界になってきて、なんとなく何を付け足したいっていうのも見えてくるし、でもそのあえてその描こうと思ったものを描かないで、なるべく大雑把で、そんなに意識しないで描いていくような場所っていうのが分かってきて、なんかいろいろ見えてきました。本当は無意識じゃないのかもしれないし、無意識である必要もないのかもしれません。ちょっと 7,8 分描いたと思ったら、また何時間か時間が空いてしまいました。なので、せっかくついた絵を描く勢いも止まってしまいました。そんなわけで、さっきはキャンバスを無心で眺めていたんですが、今度は今描いている絵を見ながら、キャンバスを指で触りながら、今度は何を描いていこうか、どんなものを足していこうかって感じで、描くものを想像して、そして十分な想像力が働いたところで、再び絵を描き始めたいと思います。ある程度まで描き始めると、アイデアっていうのはどんどん出てきます。その雰囲気とか形とか色とか、その他もあるかもしれませんが、イメージができてくればできてくるほど、アイデアが次々と連想されるわけです。
こんな感じの絵が完成しました。タイトルは魚の獲れる川です。金とか銀も使ってなんかちょっと怪しい楽しい絵ができたんじゃないかと思います。こんな感じで絵っていうのはアイデアがなかったりとか絵を描く勢いが止まっちゃったりとか絵が描き始められないっていう時は何かを描こうと思って描くんじゃなくてもう無意識になんか描き始めてしまえば何かしらの形ができてきてそれがアイデア、イメージにつながっていく。さっきも言ったように自分で無意識に描いた描きかけの絵がどん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 アイデアを連想させてくれるというわけです。ということで今回の動画は以上です。この動画が良かったと思った方はいいねやチャンネル登録、それから動画の感想などをコメントで教えていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。